そうだけど。ちょっとここ座っていい？誰か来る？別に誰も来ない。夏休みの前、ここまで髪があった。でも、夏の間に。ちょっと横向いてみて。とてもよく似合ってるよ。本当にそう思う？うん。ねえ。あなた嘘つく人じゃないわよね。できるだけそうでありたいと思ってるけど。ちょっと日焼けした？2週間ぐらい。ずっと歩いて旅行してたんだ。一人で？そうだよ。いつもそんな風に一人で旅行するの？うん、そうだね。孤独が好きなの？孤独が好きな人間なんていないさ。無理に友達を作らないだけ。そんなことしたってがっかりするだけだから。もしあなたが自叙伝を書くことになったら、そのセリフ使えるわよ。からかってるの？私あなたの喋り方すごく好きよ。私みどりっていうの。サングラス外せば。今日は目が疲れてるの。寝不足？ちょっとね。こないだは約束すっぽかしてごめんね。あそこで随分待った？別に構わないよ。時間だけは待ってるんだ。そんなに余ってるの？その時間の中で君を眠らせてあげたいくらいだよ。優しいのね。いらっしゃい。こんにちは。はい、これ。ありがとう。お水あげようと。少し早く来すぎたか。大丈夫よ。ねえ、下本屋なんだね。うん、もう何千年も前から本屋よ。私の料理美味しそうに食べてくれて嬉しい。本当に美味しいよ。ねえ渡辺くん、正直そんなに期待してなかったでしょ。私料理上手そうに見えないしね。ところで、うちの人はどこに行っちゃったの？お母さんはお墓の中。お姉さんは翻訳者とどっかドライブ行っちゃった。あとはお父さんね。うん。お父さんは去年の6月にウルグアイに行っちゃったの。ウルグアイ？そう。軍隊の時の知り合いがウルグアイに農場持っててね。そこに行けなんとでもなるって急に言い出して、一人で飛行機乗ってウルグアイ行っちゃったの。そうなんだ。あの人、きっとお母さんを亡くしたのがものすごいショックだったのよ。こう言ったの。俺は今とても悔しい。お母さんを亡くすよりはお前たちを二人死なす方がずっと良かったって。そうなの？私たちは唖然として何も言えなかった。でもね、人と人がそんなに愛し合うって素敵なことだな。お父さんからは連絡ないの？
一度だけ絵はがきが来たけど、今年の3月に。でも詳しいこと何も書いてなかった。なんか変なロベの絵はがきで。ほんと頭に来ちゃうよね。実のお父さんお母さんがいなくなったりしたら悲しいだろうなってずっと思ってたの。でもそうなっても特に何も感じない。悲しくもないし、見捨てられたって気もしないし、辛くもない。あまり愛されてなかったと思うの？十分じゃないのよ。私としては一度でいいから愛情たっぷり受けてみたかったの。君にとって愛って何？例えば今私があなたに向かってイチゴのショートケーキが食べたいって言うとするでしょ。そしたらあなたは何もかも放り出して走ってそれを買いに行って、そしてハーハーしながら戻ってきてそれを私に差し出すの。そしたら私は、うん、もうこんなものなんていらなくなっちゃったわよって言って、それを窓の外に放り投げるの。私が求めているのはそういうものなの。そんなの、愛とは何の関係もないような気がするけどな。あるの。私は相手の人にこう言ってほしいのよ。分かったよ、みどり。僕が悪かった。僕はロバみたいにバカで無神経だった。お詫びに何か別のものを買いに行ってあげる。何がいい？チョコレートムース？それともチーズケーキ？するとどうなるの？愛してあげるの。疲れた？そうじゃないの。久しぶりに体から力を抜いただけ。ぼーっとして。私、付き合ってる人がいるの。なんとなく分かってたよ。好きな人いる？いるよ。Yes, I care, and she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. She brings the rain. It feels like spring. Thank you.
そろそろ外部の人と接触を持ち始める時期だと言います。私にはあなたの顔しか思い浮かばないのです。それに私にはあなたに説明しなくてはならないことがいくつかあります。それを避けて通ることはできません。ここに来てもう4ヶ月になります。私はその間あなたのことを随分考えました。私はあなたの好意を感じているし、それを嬉しく思っています。もし私があなたを傷つけたとしたら、それはあなただけの傷ではなくて私の傷でもあるのです。この道をまっすぐ行きますと、はい、石田先生が迎えに出てますから。はい、わかりました。ありがとうございます。渡辺君ね、私のこと英子さんって呼んでね。どうも。あなたが直子の担当医なんですか？私が？なんで私が医者なの？だって先生が迎えに出てるって聞いてきたから。ああ、それね。私ね、ここで音楽の先生してるの。だから私のこと先生って呼ぶ人もいるの。でも私も患者の一人。もう7年もいるのよ。お邪魔します。どうぞ。素敵なところですね。僕の寮なんて天井と窓しかないですよ。そう、あなたはそこで寝てね。それでいい？もちろんです。私直子と畑でやることがあるんだけど、ここで待っててほしいの。いい？いいですよ。ドイツ語の文法を覚えなくちゃならない。来週テストがあるんです。それからここではあなたが直子と二人きりになることは禁じられているの。だから常にオブザーバーが付き添ってなきゃいけないわけ。つまり私、まあ我慢してもらうしかないわね。いいですよ。じゃあ行くわね。はい。うまいね。うん、美味しいな、この豚。今、うまいって言ったのは、うん、食べ方がうまいって言ったんだけど。何？何？元気？あまり時間がないの。本当はここに来ちゃいけないんだけど、こっそり来たの。ね、私の顔ひどいでしょ。そんなことないよ。とても可愛いよ。私どうしても会っておきたかったの。
いつかいたの。ちゃんと正直に言うよ。もう行かなきゃ。渡辺君、悪いけど少しの間サンプレーもしてきてくれない？
私のこと好き？好きだよ。とても好きだよ。話したいことがある。あなた、どうして木月君ともなかったか聞いたでしょ。まだそのこと知りたい。多分知ってた方がいいんだろうね。私もそう思う。死んだ人はずっと死んだままだけど、私たちはこれからも生きていかなくちゃいけないから。私、木月君と寝たいと思ってたの。彼もそうしてがってた。だから何度も試してみたの。でもダメだった。どうしてもできなかったの。どうしてできないのか分からなかったし、今でも分からない。愛してたのよ。でもダメだった。私全然濡れなかったし、開かなかったの。だからすごく痛くって、いろんな風に試してみたの。でもダメだった。だから私、木月君の唇とか指でやってあげてたの。私だってできることならこんな話したくない。でもどうしようもないの。話さないわけにはいかないの。自分だけでは解決できないんだもん。あなたと寝た時、私すごく濡れてた。そうよね。私、あの誕生日の夕方、あなたに会った時からずっと濡れていたの。ずっと抱かれたいと思ってた。裸にして触ってほしくて。そんなのって生まれて初めてだった。どうして、どうして、どうしてそんなことが起こるのよ。
だって私は木月君を愛してたのよ。僕のこと愛してなかったのにってこと。ごめんなさい。でも分かって、私と木月君は特別な関係だったのよ。私たち三つの頃からいつも一緒だった。いろんな話をしてお互いに分かり合って、そんな風に育ったの。初めてキスしたのは小学校6年生の時。素敵だったわ。初めて生理になった時、彼のところに行ってワンワン泣いたの。私たちそういう仲だったの。キズキ君が死んじゃった後、一体どういう風に人と接すればいいのか分からなくなっちゃって、愛するってことが一体どういうことだったのかも分からなくなっちゃったの。しなさい。一体二人で何をしてたの？あんな時間に外に出て、ほとんど裸で帰ってきて。そんなこと言えないわ。やったわよ。でもうまくいかなかったの。それどういうこと？渡辺君のがあまりにも大きすぎたから、入らなかったの。なんせ私は7年も休みしてたわけだから、あそこ詰まっちゃってて。うん？来る前の晩に玲子さんが見た夢の話なの。僕の夢に？あなたってことじゃないの。知らない男よ。忘れないでね、私たち普通じゃないの。みたいですね。
ちゃんを待てる。そうする前に私もう少し自分のことをきちんとしたいから、それまで待ってくれる？もちろん待つよ。今硬くなってる？足の裏のこと？わかんない。大きい捨てるかということなら捨てるよ、もちろん。ねえ、そのもちろんっていうのやめてくれない？わかった、やめるよ。そういうのってつらい？何が？硬くなってるってこと。え？つまり苦しいかってこと。そういう場合もあるけど。出してあげようか。手で。そう。うん。なかなかうまいね。いい子だから頑張ってて。いつからいたの？結構前から。どうしてそんなにぼんやりしてるの？旅行から帰ってきて少し疲れてんだよ。渡辺くん、私が今何したがってるかわかる？さあ、想像もつかないけど。広いふかふかとしたベッドで横になりたいの。隣にはあなたが寝ていて、私の服をそっと脱がせるの。すごく優しく。途中まで気持ちいいなと思ってぼんやりしてるの。でもふと我に返って、ダメよ渡辺くんって叫ぶの。ダメよ渡辺くん。私渡辺くんのこと好きだけど、他に付き合ってる人いるし。ダメよ、そんなことできない。お願いだからやめて。でもあなたはやめないの。そうして見せつけるの。あれを。そそり立ったのを。それが今やりたいことなの？そうよ。ねえ。
ここにいる人たちってみんなマスターベーションしてるの？多分ね。もう少し静かに話してくれる？女の子のこと考えながらやるの？株式市場とかスエズンガのことを考えながらマスターベーションする男はいないだろうね。私のこと考えてしたことある？ねえ、どう？学校に来ないでいつもここに行ってたんだ。うん。たまに見かけてもいつも眠そうな顔してたし。そう？どうして？お父さん、緑よ。どう？調子は。お父さん、私府庁さんと話があるの。すぐ戻るからいい？ちょっとお父さんとここにいてくれない？もちろん。